にちは、池田しおりです。渡辺です。はい、今日は、後ろでちょっとまとめ髪とかシニオアレンジってちょっと自分でするのすごい難しいと思うんですけど、サイドだったら鏡を見ながら、少し練習はいると思うんですけど、できるこのアレンジをやってみました。シニオアレンジね。シニオアレンジ、はい、シニオアレンジです。はい、はい、ちょっとまとめ髪が苦手な方、ぜひ練習見て練習してほしいなと思います。参考にしてみてください。多分後ろ手もしんどいもんね。後ろでこうまとめたりするとき手痛くなったりもするんですけど、サイドだったら多分手も負担をかけず、なおかつ初心者の方でもできるってことやんな。そうです、はい、なのでやってみたい方やってみてください。お願いします。はい。はい、それでは動画スタート。今何もしてない寝起きのまんまの状態です。 N ドットのオイルをつけていきます。オイルを3振りぐらいした状態を手に取り、しっかり両手になじませて髪の毛全体につけていきます。まず毛先にしっかりなじませて、少しずつサイドとトップにも軽くつけていきます。サイドに髪の毛を持ってきます。三つ編みをしていくので髪を3等分にしていきます。綺麗に3等分にすると三つ編みが崩れにくいです。編んでいきます。きつめに編むのがポイントです。ゴムでくくります。毛先は丸めてくくっておきます。編んでる両サイドをほぐしていきます。片手でゴムを持ち、しっかりとサイドをほぐしていきます。でまとめた時に裏側に出てくる真ん中の部分も少しほぐしておきます。ゴムの部分を持ち、1回転、2回転させます。根元の髪と編んできた髪をピンで固定していきます。もう1本留めていきます。サイドの部分はたるみやすいので、トップの部分を少しほぐしていきます。猫っ毛の方でもできるサイドのシニオンアレンジになります。よかったら参考にしてみてください。バイバイ。